はい、というわけでカッチンです。今日は鹿児島市中央卸売市場魚類市場に来ました。皆さん見てください。魚市場はこんな感じですよ。もう朝だから忙しかったですよね。すごい、めっちゃ人がいましたよ。さあどこに行くのかな。もうすぐさ着きますよ。左側に見えてきます。さあ着きました。市場食堂、皆さん見てください。リモコン電池、今日は東京の知り合いと来ました。店内はこんな感じです。さあめっちゃメニューが多いよ。うわ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 。さあ僕が頼んだのはどれかな、どれかな、どれかな、どれかな。さあ出てきました。カンパチ釜焼き、釜塩焼き定食が出ました。すごい、めっちゃ美味しそうだ。うわ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 。そして東京の知り合いが頼んだ海鮮丼です。めっちゃ美味しそうだね。うわ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 、すごいすごい。うわ、何だよ。まず味噌汁を飲みます。うまい、うまい、うまい。魚類市場の指令が来ました。こんばんはとか言ってるね。カンパチ釜焼き定食を食べますよ。うわうわうわ、皆さん見てください。うわ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 、めっちゃ美味しそうだね。さあカンパチ釜塩焼き定食を食べます。うわうわ、うわっぜうま、うん、わっつうめ、うん、わっつうめ、うん、早送りをします。うわ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 、3週間ぶりに来ましたね。うわうわうわ、マジうまいね。マジで美味しい。うん、うまっ。10時過ぎに来ましたね。そんな早い時間から空いてるんですよね。まだそんなにお客様入ってなかったね。10時過ぎに来たからね。うん、うわ、
食べ終わりますよ。うわー美味しかったー。わー、ごちそうさまでした。最高。夜市場の知り合いが東京の市街のためにタチウオを持ってきました。すごいすごいよね。すげー。うわー最高。うわー二人で最高。はい、ありがとう。市場の知り合いから僕ももらった味です。あ、家に帰ってね味をさばきました。あ、味の刺身をで作りました。すごい。刺身を食べます。うん、うん、わっつうま、わっつうめ、最高最高最高。チャンネル登録お願いします。そうやって。